今日これ見に行きました。自殺の中に入ってみます。先日アップした動画の、カニフィルターさんが写真展を開催しているので、今日はその写真展を見に来ました。本当はピーポーピーポー写真展の開催初日に来なきゃいけないんですけど、ちょっと私の時間の都合がつかなくて、今日になりました。それでは行ってみたいと思います。3階にいるのかな、5階だね。はい、渋谷のルデギャラリールデコさんに来ています。来たかい。誰かいたら気まずいんだよ、ごめんね。何階だっけ、あっ、カニマークついてる、ちゃんと。5階。一応会場は撮ってもいいですよって言われたんで、まあ、このまま撮続きしちゃおうと思います。あ、来た。ここが会場ですね。みんないんのかな？あ、いえ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 、こちらこそ。遠藤家のものですか、もう。はい、どうぞ。ありがとうございます。拝見します。ウニポン来た、そう、実況中。あの、こいつなんですよ。ちょっと、あの、洗脳されかかってます。あの、カニの、伊藤さんです。自分が、あの、ビクセの営業担当だったときに、あの、お店に行って、で、一緒に撮影し行ったりして。でこの間偶然、秩父のアジサイと雲海撮りに行ったんですけど、ちょうど居合わせて、で結構ヘビーユーザーなんですよ。だから角型フィルター持ってないのダメだよって話になって。ダメですよ。いや、まあでもそういう写真展広島でもやりますよって言ってるのに、やっぱり東京のあれみたいな。あ、本当ですか。そういうフォトコンテンツになったんですよ。良かったです。うん、そう。これ何回目でしたっけ？まだ2回目です。2回目、あ、そっか。去年が初めてだったんですよ。そうそう、去年初めて。自分も来たのは去年が初めてでしたもんね。ああ。去年初めて来て、でその時にこうぐるっと回って、で多分伊藤さんとまともにお話したの多分その時が初めてじゃないですか。そうなんですね。多分そうだと思いますね。そうか、1年経ったんだ。蹴られるやつも多くて、色ムラとかもそうなんですけど、結構ね、付け方が結構シビアなやつが多くて、カニのやつはね、割とスパッと付けたら、もう蹴られない。使ってもないから、僕もその良さっていうのは全然分かってなくて、じゃあ、もう思ってますけど。フィルター自体はいいですけど。そうですね。はい。
カニグッズが置いてありますよ。ここに、この辺がフォルダ類ですね。こういうのが全部試せる写真展になってます。ざっとこうフィルター類も並んでいますね。あ、ここに、ここに、あ、ここに、こちらに、あ、ここに、あ、普通の円形フィルターがこちらに。こちらすごい、あの見た目もいいですね。パッとこれ見れるんで、手で探って。これはですね、あの城ヶ島で撮ったんですよ。城ヶ島で撮って、東側を向いてるんですけど、あ、南東か、南東向いてるんですけど、こっちの方ってあのなんだっけ、千葉とかの光害があるんですよね。でそれをカットしたかったんですよ。でこれの月なんですけど、この時は半月ぐらいの月かな、結構太めの月だったんですけど、月の光って意外と強くて、やっぱりフィルターは逆光でゴースト出ることが多いんですけど、まあ、出なかったんですよね。で、まあ、これはちょっと逆光になる分どうしても手前が暗くなっちゃうので、まあ、この時まだあの ND フィルター併用してっていう考えなかったんですけども、実はまあ5枚、6枚ぐらいかな、撮って一応重ねて、シャドウ分をちょっとノイズ減らして画像処理してるっていうやつなんですよね。まあこういう、だから LPRF を使うことによってその空の色が均一化するっていうのが、画像処理がしやすい一番のメリットですよね。ムラがなくなるんで。これ城ヶ島なんですね。城ヶ島です、それで、いやまあしっかりだから、あの都市光は、あの黄色系は遮光されてますよね。はい、そうですね。まあそのホワイトバランスは画像処理どうとでも変えれますけど、ただそこに映ってる元々の色っていうのは基本的にそれ、グラデーションになって現れるので、やっぱカットしといた方が後で楽なんですよ。でもこの時はそれを使って撮りました。メッセージお願いします。はい、カニフィルター写真展年1回東京でやってます。あの基本的にはこう商品を手に取ってあの、確認することできないんですけど、東京で、2週間だけ、こうやって手に取れますので、ぜひお越しいただけたらなと思います。まあ、我々あの流通にね載せないで、自社で、まあ、手間をかけてでもダイレクトで販売してますので、いいものをぜひ皆さんにお使いいただけたらなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。この後福岡でも開催されるんですよね。福岡でやります。はい、福岡にお住まいの皆さん、ぜひ福岡にいらっしゃる、はい、今大変な時期ですけども、あのそれでも我々はやっぱ福岡愛を忘れず、第2回目やりますので、ぜひお越しください。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。はい、はい。